は1時になりました。皆さんこんにちは。2013年12月19日、今日は木曜日となっています。さあお届けいたします。この時間、FM読谷防災情報番組緊急時は786お届けしたいと思います。さあこの時間のお相手、私日賀美幸でございます。どうぞよろしくお願いいたします。改めまして皆さんこんにちは。さあ時刻は1時になっておりまして、この時間のですね番組 FM ユミタン防災情報番組緊急時は786お届けいたします。さあこの緊急時の786、数字の786なんですけれども、これは FM ユミタンの周波数となっています。もし何時、起こるかわからない災害、そんな時に、ラジオをですね皆さんつけていただきまして、しっかりとですね皆様で情報収集などをしていただきたい、そんな時にはですね、786、数字の786、こちら FM 読谷の周波数となっています。また私たち FM 読谷の方は災害時にはですね、災害放送に切り替えての放送となりますので、ぜひ皆さんですね頭の隅っこでも構いません。さあこういう災害が起きた時には FM 読谷のラジオを聞くと、情報が得られると、しっかり覚えていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。さあそれではですね、この1時間皆様にお届けいたします防災について皆さんと一緒に考えていきたいと思いますけれども、先日はこの時間ですね皆様にお届けいたしました、はい、防災研究でもあります稲垣悟先生をお招きいたしまして、いろんなお話をさせていただきましたね。はい、ためになること、本当にいろんなことがありますけれども、それを一つ一つまた、皆様にですね私たち放送を通しまして、電波を通して皆様に伝えていきたいなということをですね改めて感じさせてくださった、稲垣先生だなと思いましたけどもね。さあそれでは今日はですね、少し新聞記事の中からですね、少しずつ記事が掲載されておりますのでご紹介しながら、また防災の意識といたしまして皆様にお話をしていきたいと思います。その前に一曲お届けしたいと思います。 FM ユミタンのこの番組、この番組をする前にですね、 FM ユミタン復興支援番組頑張ろう日本頑張ろうユミタンと題しまして、タイトル名が以前はですねこういうタイトル名だったんですけれども、2011年のですね東日本大震災後、私たち FM ユタンの方で何かできないかとね、それを考え1時間、毎週1時間この時間帯に復興支援番組というものをさせていただきました。さあこの復興支援番組をするにあたって、多くの皆様からのですね様々な資金、そしてですね支援などをいただき、そして直接東北の方にですね、送るということをさせていただきました。その際には、その時期に一緒に、パーソナリティを務めておりました玉城千春さんね、玉城千春さんのですね様々なお話なども皆様にお届けしながら、そしてゲストをお招きしながら、様々なですね東日本東北のために活動なさっている皆さん、またあるいは東北の皆さんをですねゲストにお招きいたしまして、今の状況、今後の思いなども聞いてきました。さあそんな皆様がたくさんこのスタジオの方に足を運んでいただきまして、放送をお伝えすることができたんですけれども、そこで今後私たちはこの皆様が発した言葉をどう生かすか、それを考え番組名を改めさせていただきました。今は FM ユミタン防災情報番組緊急時は786と題しています。東日本大震災では多くの皆様が命を落としました。その命が無駄にならないためにも、私たち、メディア人として
皆様に伝えていくべきこと、それは防災意識。特にここ沖縄県の方ではまだまだ、東北やまた本土の方に比べればこの防災の意識というものがですね、全然違ったなということを改めて感じます。東北の方では毎年当たり前のようにこの防災、知識をですね、皆様が再確認するために避難訓練、災害訓練なども行われておりました。そういうところさえ、今回の東日本大震災、そう訓練をしていた皆さんの命までも奪っていく自然災害。さあ、東北の皆様の命が無駄にならないよ。私たちはまた、後世にも子供たちにもしっかりと伝えていかなければいけません。また、今、私たちが何をすべきか、何から取り組む必要があるのか、ということも一緒に考えていきたい番組にしたいと思っています。ここ読谷村の方では、東日本大震災後、各あざの取り組みで避難訓練行われております。多いところではもう3回避難訓練が行われています。でもこの3回という数字に納得しないでください。1回やったからといって納得しないでください。自然災害というものはいつ何時起こりうるかわかりません。日頃行っている避難訓練がどう役に立つのか、また一人一人が意識を高め、そうすることによって次は家族、その次は自分が住んでいる隣近所、そして自分が住んでいる隣近所の次はその各あざの皆さん、そして読谷村、沖縄県となっていくんです。ぜひ今できること実行していただきたいと思います。それでは CM まで一曲お届けしましょう。清見で生きる。瓦礫の中で散り
抱きしめてあげるから一人の夜も祈ってる力を与えたまえと僕が生まれたのは訳がある君が生まれたのも訳がある僕が生まれたのは生きるため君が生まれたのも生きるため風の匂いが君を運ぶ優しく囁いてる僕が生まれたのは訳がある君が生まれたのも訳がある僕が生まれたのは生きるため君が生まれたのも生きるため風の匂いが君を優しく囁いてる風の匂いが君を運ぶ優しく囁いてる受けしております。 FM ユメタン防災情報番組緊急時は786お届けしております。先ほど CM の前に皆様にお伝えしました曲、 FM ユメタンのパーソナリティでもございます。そして、ボイストレーニングなど様々なですね CM ソングでもおなじみのきよみさんで生きる
お届けいたしました。清美さんの歌生きるというタイトル名と同じように、多くの皆様が様々な思いで今も生きています。そんな生きているということを、住んでる場所が違うだけでその重さというものが変わってきます。今朝の沖縄タイムス総合面の方に掲載されておりました。避難者の全員帰還断念。東京電力福島第一原発事故からの復興加速に向けた政府案の全容が昨日判明しました。避難者の全員帰還の原則を断念し、住民の移住支援策を盛り込んだほか、東電負担を前提としていた除染やまた汚染水対策の費用の一部に国費を投入、従来の政策を大きく転換します。12月20日の原子力災害対策本部で決定する、11月に自民公明両党が安倍総理に提出した提言を踏まえた避難者は以前約14万人に上るため、市の具体化を急ぎ、来年春以降の避難指示解除につなげたい考えです。ただ全域帰還の断念は住民の分断につながるとして、被災自治体の抵抗感が強く、国費投入は東電救済との批判があり、具体化は難航も予想されます。試案は基本方針として国が前面に出た福島の再生加速や早期帰還と移住の両面から被災者支援、福島第一原発の安定化の強化を挙げています。早期に帰還するための健康不安への対策では、原子力規制委員会の提言を踏まえ、住民の被爆線量を空間線量に基づく推定値から個人線量での評価を改め、きめ細かい対策を図ります。また1ミリシーベル、シーベルト以上と、以下とする年間追加被爆線量は長期的な目標と強調しました。またインフラ復旧や学校など追加の助成の費用は公共事業として国が負担、新設した交付金も活用します。一方、帰還が見通せない帰還困難区域などの住民が移住を望む場合、賠償額の上乗せなど住宅取得を支援、原子力損害賠償紛争審査会が26日に賠償の指針をまとめます。また帰還困難区域を抱える自治体は再編も視野に、将来的な在り方の検討に着手する予定です。廃炉汚染水対策では、廃炉対策推進協議会を関係閣僚会議に投稿し、司令塔機能を強化、関連する原子力損害賠償支援機構法の改正も検討する見込みです。さあ、こういう様々な対策を踏まえ、従来の方針と政府の試案をまた大きく変わってくることが今回の会合で分かることになりました。私たちが知らない区域もたくさんあります。そんな皆さんが今どういう思いで過ごしているのかということもすごく気になりますよね。
そしてもう一つ、今朝の琉球新報、人暮らし面です。最後の避難所、年内退去。埼玉県の旧高校、双葉町長が見通し。東日本大震災と東京電力福島第一原発による最後の避難所、埼玉県の春日市の旧県立高校について、福島県双葉町の伊沢町長は昨日、年内に全員が退去するとの見通しを明らかにしました。町によりますと、この旧高校は17日現在6世帯7人が生活しており、その7人すべてが60歳以上。埼玉県内の借り上げ住宅など退去先が決まり、年内に避難所を出る意向も確認できたといいます。また備品の整理や施設の修繕が必要なため、正式な閉鎖は年明けになる見通しです。2011年4月の最も多い時で1423人が生活していました。伊沢町長は町議会で年内に全員の対処を進めると説明。報道陣の取材に対し、最後の避難所になってしまったが、生活再建に向けて次のステップに入る。避難者に不便をかけないように行政サービスを図っていくと話しました。双葉町は2011年3月11日の原発事故のため、全町民が避難。役場機能も福島県の川端町埼玉スーパーアリーナを経て、2011年3月末廃校となっていた旧高校に町民とともに移っていました。また役場は今年6月福島県いわき市内に移転。旧高校には町民と一部の職員だけが残っていたそうです。さあ、今もなおこういうですね、避難所での生活をしていた人がいたということを皆さん分かってください。先日、東日本大震災から1000日が過ぎましたと皆様にお伝えしました。その1000日は、いろんな方々の思いで、長く感じた方、短く感じている方、様々だと思いますけども、また多くの場所でこういう避難所生活をしていた方がいるということを皆さん分かっててください。さあ、そんなために私たちが今どういう情報を東北の皆様が過ごしているかということもしっかりと把握しておかなければいけません。ここ沖縄県の方では毎月11日、2011年に起きた東日本大震災が起きた、月の日、その11日、毎月11日、琉球新報沖縄タイムスの方では様々な特集がなされます。まず琉球新報の方では、以前から進められています、毎月11日に東日本をですね、忘れないためにも、東北の新聞社と提携を結びまして、東北の新聞からですね、抜粋されたものが、特集として掲載されているんです。それを見ると、まだこういう生活をしているのかということをですね、改めて感じますよね。さあ、この琉球新報の方に今月掲載されていた記事は、東日本大震災復興と課題、東北の新聞から私たちは得られます。その3月11日に生まれた、歩み出している子どもたち、そんな子どもたちの未来をですね、しっかりと支えようという家族の話や、また福島県の原発の問題など、
私たちが知らないことがまだまだたくさん掲載されています。そして沖縄タイムスの方には今月からここ沖縄県の方でも防災意識を高めていただきたいということで、津波避難の日常と生活といたしまして、今月は南部地域の皆様の風、にですねスポットを当てて、この海域の方が何メートルあるかということが今回掲載されておりました。それでは一旦コマーシャルをお届けいたします。お届けしております FM ユミタン防災情報番組緊急時は786お届けしております。さあ時刻は1時31分になっています。さあ2013年も今年も残すところあとわずかとなりました。さあ12月も今日は19日ということで、あと2週間足らずで2013年が終わってしまいます。さあ今年はどんな思いで、皆様はですね過ごされましたか。そして2011年東日本大震災が起きた東北の皆様は今月の、4日、12月4日で1000日を迎えました。その1000日を迎えるにあたって、ここ沖縄県の方でもテレビやラジオ、そして漁師、沖縄タイムスや琉球新報の方でもたくさんの特集がされておりました。その中から一つ皆様にお話ししたい記事ご紹介しましょう。さあこの、東日本大震災が1000日を迎えるにあたって、沖縄タイムスの方で12月4日水曜日に掲載されていた記事です。潮の匂い感じ前へ、家族の死受け入れる時間。宮城県気仙沼市の中学校校庭に立つ仮設住宅、田村純子さん57歳が家族4人で暮らす部屋に仏壇が2つあった。
東日本大震災の津波で亡くなった父高浜俊夫さん、当時83歳と義理の母田村春さん93歳。千日という日々は二人の死を現実を受け入れる時間をくれました。あの日、純子さんは自宅近くの実家が営む餅店の配達帰りだった。大きな揺れの後、海のそばの店に急いで戻ると、店内は卒業式シーズンで仕込んだ米と練り上がったあんでいっぱいだった。そのあんを2階に上げてから逃げた。父は先に行きなさいと言って店の後片付けを続けた。津波に流され、泳ぎ着いた屋根で翌朝死亡した。田村さんと同居していた義理の母は歩いて避難できないため消防団の車に託したが、車内で亡くなった。震災後のほぼ2年間、わけもわからずに積極的に活動したという純子さん。岩手県大船渡市まで、街灯の少ない海沿いの道を車で走り、合唱の練習に通った。父が一代で築いた店、跡地や二人が亡くなった場所に出向いては再会を誓った。補助金を申請するため、寝ずに書類を書いたことも。しかし、今年に入ってからコンサートなどに外出しても、心が躍らなくなった。前向きに生きようという歌詞が歌えなくなって、合唱もやめた。自宅を再建して仮設住宅を出るなど、前に進んでいる人を羨む自分が嫌になった。周囲から前を向きなさいと励まされても、その前がわからない。家を建てること、店を始めること、自問自答した。一方、自分が立ち止まることで地元の復興がなかなか進まない現状が理解できるようになった。店舗や自宅があった付近では未だに重機の音が鳴り響き、盛り土をしている。やっとこさ現実が見えた。自宅再建は断念し、災害公営住宅入居を決めた。小さなスペースを借りて、おしるこなどを提供する店を開くことを当面の目標に添えた。次の住まいの公営住宅は、二人が亡くなった場所や魚市場に近い。漁業の町、気仙沼の最高を見ていきたいと微笑む純子さん。魚市場の競りの声や漁船のエンジン音、潮の匂いが心を癒してくれるはずと信じている。東日本大震災、千日経った12月4日に掲載されていた記事、皆様にご紹介いたしました。今もなお多くの皆様がこういう仮設住宅の方で、過ごしている方も多くいらっしゃいます。移転先の整備が遅れ長期化になることも、仮設入居は今も8割を超えていると言われています。岩手県の方では 86%、 宮城県では 89.5%、
福島県では 83.7%、 3県全体で 86.7% という8割超えとなっています。また被災されている皆さんは出口が見えず募る苛立ち、そんな中、仮設で死ぬのかというコメントした方もいます。集まった住民20人が不満の声が噴出。私たちはどこへ行ったらいいの。10月末宮城県石巻市の方で開かれた説明会、東日本大震災の津波で自宅を失った住民の集団移転先として予定していた山が造成に適さないことを市の職員が報告した。計画が止まり、震災から2年半以上経ってやり直しを迫られる事態に、職員は申し訳ないと頭を下げた。振り出しに戻ってしまいショック。須田定子さん61歳は繰り返した。震災前、約80人が暮らしていたその地区では、今は約50人にまで減ってしまった。みんなで過ごしたい、みんなで最後を迎えたい。そんな中、まだまだ再建の見通しが立たない地域がたくさんあります。そんな中、私たちは仮設住宅で死んでしまってしまうんだろうというですね、不安も多く寄せられているそうです。さあ、さまざまなですね、千日を経った思い、そして、今月12月11日で、その時にも、琉球新報沖縄タイムズの方にもですね、さまざまな記事が掲載されておりました。いろんな形で、いろんな大切な方々と離れ離れになってしまった人たちがたくさんいます。私たちはそんな方々を決して命を無駄にしないよう、防災に目を向けていただきたいと思います。それでは一曲お届けいたしましょう。赤い靴。あの日見た笑顔は今でも消えることなく、私の心を揺らし続ける。大丈夫だよって言ったじゃない、心配するなと、私その言葉を信じてた。何も知らないじいちゃんが朝になると必ず聞くの、パパ帰ってきたって。何も知らないじいちゃんが夜になると必ず聞くの、パパ遅いねって。答えが見つからない、見つけたくない、手を離さないで、手を離さないで、その背中を、心をねえ、繋いでいて。あの日見た背中が今でも耐えることなく、私の心を責め続ける。行かないでって言ったのに、お願いだからって、あなたにその声は届かなかった。家族の思い出を取りに戻った。抱
宝物ってそんなに大事だったの？今静かに目を伏せるあなたは何をそんなに守りたかったの？ジャンパーのポケットには小さな赤い靴。ねえ戻ってきて、ねえ戻ってきて、信じていたその言葉を、うん、置いてかないで。ねえ戻ってきて、手を離さないで、その笑顔もぬくもりもねえ、思い出なんかならないで、心をねえ断ち切らないで。
FM ユミタン防災情報番組緊急時は786。この時間の最終コーナーとなりました。さあ今日は東日本大震災について皆様にお話をさせていただきました。それぞれの思い、それぞれの見方、それぞれの感じ方、いろんな形であるかと思いますが、皆様にはしっかり覚えていただきたいと思います。まずは自分の命は自分で守ってください。自分の命が守れることで家族のみんなを助けられます。家族のみんなを助けられるのであれば、周りの地域の皆様を助けることができるんです。そう、自分の命を失ってしまえば、周りに手を差し伸べることもできなくなるということ。そのためにも一人一人が防災の意識、地震や津波、さまざまな自然災害がいつ何時起こってもおかしくないここ日本、そんな日本に住む私たちは、その日本という地形のまた自然と上手に付き合っていかなければいけません。さまざまなマニュアルが書店やまたホームページ、冊子、いろんなところで掲載されています。それはあくまでも参考にしててください。その通りにやろうと思ってもなかなかできないと思います。それはその場その場で対応しなければいけないからです。でも知らないよりは知ってていた方がすごくいいですからね。そのためにもいつ起きてもおかしくないこの日本、そういう地震が起きた時は、あ、みゆきさんこういうこと言ってたな、 FM ミミタンでこういうの言ってたよな、というものが少しでも頭の隅にあって、それが活かせれることを私たちは願います。そのためにもこの防災情報番組のタイトルのように、数字の7、数字の8、数字の6、786とつけているんです。それは FM ユミタンの周波数、緊急地震速報や津波速報、そして台風やいろんな災害が起きた時には、いろんな形で情報を収集しなければなりません。そんな時にはラジオ FM ユミタンと覚えててください。テレビやラジオによる放送、テレビラジオの放送局から緊急地震速報を放送しています。なお放送形式や内容などについては各放送局により異なりますが、ここ沖縄県は車社会、車で様々な情報を得る可能性があります。車での情報はテレビよりはラジオの方が聞いてる方が多いのではないでしょうか。ぜひ何かが起きた場合、自然災害が起きた場合は FM ユミタンを聞く、それだけでも自分の命は助かる可能性が出てくるということです。その日が来たら、さあお送りしてきましたFM ユミタン防災情報番組緊急時は786。絶対に皆さん
自分の命は自分で守るよう、しっかりと心がけてくださいね。皆様の命が守られたら、皆様の周りにいるみんなを助けられることになります。さあ、今できること、今私たちが考えなければいけないこと、何か一つ、今年はこういう防災にチャレンジしたよねというものをしっかり残しててください。ここ読谷村の方でも各地域では避難訓練などが多く、実行されておりますが、また来年は今年以上にしっかりとまた多くの区民の皆様も参加していただきたいと願っております。その日が来たら、お届けいたしました FM ミタン防災情報番組緊急シバ786、今日最後の曲は白戸玲さんによります虹色走馬灯を聞きながらお別れしたいと思います。それでは皆さん、また来週この時間にお耳にかかりたいと思います。深さを気高く悲しい波を思い出そう。真綿のように降る光を手にして虹の橋で松友と手を取る、なだらかな階段を目指し、静かに旅立とう。